FM。 お送りしたのはトルコアとマリアンでオーシャンウェイでした。続いては J. ベッキンスタインさんのウェイ。放送の自動化をするシステムをご紹介しております。放送の自動化のシステムは具体的には、番組を編成するソフトウェアと番組を放送するソフトウェアの2つの部分に分かれています。番組を編成するソフトウェアではこちらに、ご覧いただきますように楽曲のカテゴリーに従って、ディレクターの方々に、1時間単位の番組の枠組みをというのを作っていただいて、その番組の枠組みに基づいてシステムが自動的に楽曲を生成させていただきます。自動生成された番組の楽曲のリストについてはこちらの放送用のソフトウェアのように入ってきまして、こちらの方で順次放送に回され、楽曲として展開されます。でこの際にもちろんライブ、人のトークとの絡みであるとか、中に人のトークの録音したものを織り込んで放送するだとか、そういったことも可能になります。全体で非常に番組の編成および作成のトータルの稼働が下がっていく、あるいは同じディレクターの方が従来の3倍仕事ができるようになる、あるいは同じ DJ の方が従来5倍仕事のができるようになるというのが私どものソフトウェアの特徴でございます。世界の常識は日本の非常識とよく言いますけれども、実はラジオ界でも同じことが言えるんです。で世界の放送局というのはほとんどこういうコンピューターを使って自動演奏自動送出しているんですけれども、日本の場合はまだ CD とか MD だとかそういうものを使って放送しています。で、私どものこの湘南ビーチ FM ではこのシステム5年間使いまして非常に良くて、コストカットということにもつながったものですから、じゃあこれを少し日本の放送局に普及してみようかということで、身の程知らずこんな一般家の放送局ですけれども、この世界一の放送ソフトウェアの会社の代理店となってインタビューでご紹介させていただく。おかげさまで本当に黒山の人だかりが出て皆様に関心持っていただいてるんで、やっぱりデジタル化と一緒に日本のラジオ界も本当にガラリと変わるんじゃないかなと期待してます。